ジャバ勢が統合版をプレイして驚いたことを参戦。一括でアイテムを移せない。ジャバ版ではアイテムを持ってシフトとダブルクリックで同じアイテムを一気に移せるんだけど、統合版ではこれができなかった。アイテム整理の時とかめっちゃ便利だから、ぜひ統合版にも実装してほしい。雨の日のトライデント、水星特攻。統合版では串刺しかなで敵を攻撃すると、ジャバ版は水星のモブのみに効果があるんだけど、統合版は水に触れてるモブ全てに効果があるから、雨の日とかめっちゃ強かった。統合版は弓もまっすぐ飛ぶし、遠距離に関してはかなり強い。ホイールでアイテムを選択。 Java 版も統合版もホイール押し込みで目の前にあるブロックをサバイバルの場合はインベントリからショートカットで持ってこれる。 Java 版はツール以外のスロットに指定したブロックを追加してくれるんだけど、統合版はスロットに空きがないとツール関係なく上書きしてしまって少し不便だった。慣れって怖いね。この中にも統合版ならではの仕様があったらコメント欄で教えて。